はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。スタートアップと自治体をつなぐマンスリーピッチ7ミニッツ第2回、始めていきたいと思います。ナビゲーターを務めます。私、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング、ディープオーバー事業統括をしております、杉原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく司会進行を務めさせていただきます、スマートシティインシティという事務局の土屋です。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、このウェビナーシリーズですけれども、毎週水曜日ですね、スタートアップのシリーズだったんですが、7月からですね、このマンスリーピッチというのを月に1回の頻度で開催しております。今日2回目になります。よろしくお願いします。はい、そして第2回もですね、スペシャルゲストとしまして、スマートシティインスティテュートジャパン理事の南雲さんにお越しいただいております。南雲さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。毎度でございます。スマートシティインスティテュートの南雲です。今回第2回目ということになりましたけれども、もうこの目的なんですけどもね、地域のコミュニティの皆さんと、それからスタートアップの皆さんのウィンウィンという形でですね、新しいコミュニティを作っていこうという意気込みでやっています。今回2回目ということで、まだよちよち歩きのところもあるので、もしかしたら改善するしなきゃいけないとかあるかもしれませんけど、その辺はですね、我々一度みんなと一緒にどんどん前進あるのみという形で進めていきたいというふうに思います。で、今回もスタートアップ4社の皆さん、それからスタメン4721の熱い自治体の皆さんと一緒になって盛り上がるので、私個人としても大変楽しみにしております。今日も盛り上がっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。はい、素敵なコメントありがとうございます。はい、それではここでまず冒頭ですね、簡単にこのマンスリーピッチ7ミニッツのご説明をさせていただきたいと思います。7ミニッツは社会課題の解決につながる事業を展開するご法有資スタートアップの方々と、自治体の熱い自治体職員スタメン47との出会いの場を提供することを目的としております。ご法有資スタートアップとは、近江商人の経営哲学である三方よしに未来よし地球よしの2つを加えまして、現代社会においてあるべき企業理念として独自に定義したものです。ご応募いただきました中から事務局選考を通過したご法有資スタートアップ4社にご登壇いただきます。特徴なんですけれども、質疑応答後、スタメン47の皆様にコネクトかナイスの札を上げていただきます。コネクトのこちらのオレンジの札が上がりましたら、後ほど登壇企業様と連絡先を交換していただくシステムとなっております。前回7月ですね、第1回開催しているんですが、1社平均獲得数9コネクトという形ことで、たくさんの、コネクトを上げていただいております。はい、今日もたくさんのコネクトが上がることを期待したいと思います。そうですね。はい。楽しみです。はい。で、ちょっと先に申し上げてみますけども、第3回はですね、9月22日、それから4回目以降もですね、継続が決まっておりますので、これからまたスタートアップ募集しますので、ぜひ今日ご覧いただいているスタートアップの皆さんですね、ご応募いただければというふうに思います。それから、今日のですね、重要なパートナーであります、スタメン47の自治体の皆さんですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。それでは皆さん、画面をオンにして入っていただけますでしょうか。私の方から順にお声かけしますので、一言返事をしてください。よろしくお願いします。それでは、いきます。一気にいきます。まず、福岡県山岸様。どちらよろしくおで願いすか、し山岸ま様。す。お願いしはい、ま移動中ですす。おか願いしね。ありまがとうございす。とんでまもございす。ません。ありがとうございます。よろしくお願いしはまい。す。続いて北九州市、石橋様。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから八幡平市の中軽米様。お願いします。はい。山田市中から前です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浜松市中田様。はい、浜松市の中田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きまして、西条市の曽我部様。戸田はい、様。曽我部です。よろしくお願いします。あ、虎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、東広島市、クリス様。はい、東広島市クリスです。よろしくお願いします。よろしおくお願い願いしします。ます。続いて、横須賀市の永田様。あ、いらっしゃってないあ、かもしいれらっしまゃったせんんですかね。ね。あ、失礼しました。はい。じゃあ、大田区臼井様。大田区臼井です。よろしくお願いします。よろしくお願いおしま願す。続きまして、横浜市、高木様。横浜市経済局、高木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。続いて、前橋市、八千代様。あ、八千代です。よろしくお願いしまお願いす。します。続いて、宇部市、弘中様。はい、宇部市の弘中です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。次は、大阪産業局、野崎様。はい、
大阪産業局野崎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いて、つくば市の八代様。はい、つくば市の八代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、渋谷区中谷様。申します。よろしくお願いいたします。はい、中谷さん、初参加ですね。よろしくお願いします。はい、今回からです。よろしくお願いします。続いて、神戸市武田様。神戸市武田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく神戸市中澤様はいらっしゃってないかな。はい。はい、裾野市の藤田様。はい、裾野市の藤田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、豊田市の清水様。はい、豊田市清水です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、大府市の戸田様。戸田です。よろしくお願いします。いらっしゃってますね。はい、よろしくお願いします。続いて、仙台市松原様。仙台市の松原です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、最後に、大阪府の山形様。大阪府山形です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。壮観ですね。こんだけ揃うと、はい、はい、楽しみでございます。たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。はい、それでは早速1社目参りましょう。はい、それでは1社目のご登壇者をご紹介します。コネクティッドインダストリーズの園田さんです。よろしくお願いします。はい、じゃあここからですね、7分間のピッチになります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ画面共有の方させていただきます。はい、それでは預かる子ちゃんの園田と言います。よろしくお願いいたします。私のですね、ビジョンは安心して産み育てられる社会を作ることです。そのために子どもと育児に関わるすべての人が笑顔になる、そんな事業を作っていきたいと思っております。もともとですね、子どもとお産が好きだった私は産婦人科医になり、今も週1お産取って妊婦検診をしたり、残り収録はですね、起業家として活動しております。で、大学院でですね、講師衛生を学んだのが非常に大きな転機でして、今はですね、健やか親子21、厚生労働省の国民運動の幹事をしたり、あとは生育基本法ですね、そちらの法律の基本方針に関わる、生育医療等協議会というところの委員を務めさせていただいたりしております。私が医師として感じていた課題は、産後うつや虐待です。では自分に何ができるのか、お母さんたちに話を聞いたところ、子どもの風邪のような軽い病気で、結局仕事辞めました、そういった方々に出会いました。調査でも働くお母さん最も困ることは子どもの急病時の仕事の調整、こういったお子さんをですね、病児というんですが、保育園が預かってくれない、発熱であったりとかインフルエンザだったり、そういったお子さんですね、そういった病児を一時保育してくれる場所、それが病児保育施設です。半分は医療機関、4割は保育園に併設された保健室が2部屋3部屋ある、そういった場所をイメージしていただければと思います。こちら実際の風景ですが、1人の看護師さんが2人のお子さんをケアと保育をしている場面です。子どもにとっても保護者にとっても本当に安心となるですね、素晴らしい場所で、子ども支援であったり、子育て支援だったり、就労支援、いろんな役割をですね、担っている場所になります。そんな素晴らしい場所、ただし、実はあんまり使われてない、こういった課題があります。この課題ですね、なぜなのかっていうところが一つ使いづらい仕組みにあります。こちら病児保育のフローですが、フローの中に多くの紙書類と、いまだに9割以上の施設が電話で予約管理をしております。この使いづらさをですね、我々ぜひスマホでシンプルに解決していきたいと思っています。こちら我々の預かる子ちゃんを入れる前と後なんですが、まず登録、お母さん、お父さんたちが紙を印刷して、手書きして、持参したり、郵送したり、この面倒な登録を24時間いつでもオンラインからできる。実際、お子さんが病気になる、平日の夜とかあるんですが、明日使いたいなと思っても、そもそも空いてるかどうかもわからない。それを空き状況、見える化をしたり、そのまま予約をスマホ、LINE から予約キャンセルができる。また今後はですね、入室時の問診票であったり、日中の保育記録、こういったものもすべてデジタル化していこうと思っております。そういったデジタル化によってですね、例えば保育記録であれば、子ども熱下がってきたな、ちょっと安心だ、ご飯ちょっと食べれたんだ、そういった安心をですね、現場の施設と保護者の方をつないでいければなと思っております。実際ですね、空き状況の見える化、こんなイメージでして、パッと分かると。来週大幅なアップデートがあるので、もう少し分かりやすい UI にはなるんですが、現状のですね、今日時点のもの、こういったものになります。多くの方はですね、LINE から
まずカルコちゃんにアクセスいただいて、空き状況を見ながら予約申し込みに進んでいただいて、問診に答えて予約申し込み完了というような、そういった流れですね。こちら、まあ、保護者の声になるんですが、まあ、非常にですね、まあ、あの電話がなくなってよかった、 LINE がすごい便利であると、まあ、最近聞いたお話だと、まあ、預かる子ちゃん、まあ、生活の中でお守りみたいに考えててないとすごい困ります、あってよかったみたいな声を聞いてすごい嬉しいなと思っております。また施設側もですね、まあ、保育中に電話鳴ってそれを対応したり、場合によっては子どもが起きて泣いてしまう、そういったことが、まあ、電話が減ることで保育に集中できるようになった、あるいは病児保育ってですね、当日の朝3割から5割ぐらいですね、キャンセルになり、特殊な業界です。それが今まで繰り上げの連絡してもなかなか利用につながらない。それが我々のシステムで解決できたり、そういった声を聞くことができております。こちらビジネスモデルです。利用者は無料、施設あるいは市区町村からシステム利用料をいただくモデルですが、まあ、利用者にとっては利用しやすく、施設にとっては保育に集中でき、かつ利用人数が増えることで収入が増えたり、市区町村にとっては質的にも量的にもより良い子育て支援の実現、このようなサービスを提供できているかと思っております。ここまでですね、預かる子ちゃんのご説明させていただいたんですが、ぜひ病児保育業界のですね、ことも少し触れられたらと思っております。残念ながら6割の施設が赤字経営、まあ、地域貢献であったりですね、地域の医療機関が割と赤字でやっていてっていうのが現状になっております。こちら子ども子育て支援交付金のですね、支払いのですね、ロジックになっておりますが、まあ、基本分700万に、加算分が利用人数100人ごとで100万円という形で、まあ、年間650人使った場合には、600人から700人のレンジで1400万円。まあ、このようなですね、利用人数に応じた、支払いということになっております。そんな中ですね、昨年新型コロナが流行して、こちら大分県のリアルデータになりますが、2019年4月から今年の3月、横軸でプロットしておりますが、大きく利用人数が減ってしまっているのが分かるかと思います。昨年は国の特例措置でカバーされておりましたが、今年度はありませんので、もし昨年同様の利用人数だった場合は施設は大きく減収となってしまいます。まあ、この存続のリスク、一つの解決策がこの病児保育事業の DX っていうのがあるのかなと思っております。こちらも大分県の医療機関併設型の病児保育でネット予約と電話予約比較した図になりますが、赤のラインがネット予約、青が電話予約で、統計学的にも有意なかなり大きな差がついておりますので、これネット予約すべて預かる子ちゃんのシステムっていうわけではないですので、あくまで ICT 化するとですね、これぐらい効果があり得るんじゃないかというデータになっております。幸いですね、導入契約施設伸びておりまして、登録児童数も1万5000人を超えてきました。先ほどこれ予約数どうかなと思って見てみたら2万5000超えておりまして、5月で1万超えたなと思ったらもう2万5000まで増えてきておりました。自治体の導入も増えてきておりまして、今年の10月から大分県内すべての施設が空き状況が見える化され、うち17施設ぐらいですかね、予約までできるというような世界観になります。幸いですね、使える補助金も多くて、新型コロナ関連のものでも国が8割、負担をしてくれるという、まあ、そういった補助金もありますので、ぜひ自治体においては今年度、補正で考えていただけると嬉しいなと思っております。我々実際と組んだときにはこのような広報活動も一緒にして、施設の情報もですね、分かりやすく伝えていくっていうお手伝いをしております。最後になりますが、ぜひ我々はですね、子育て支援を現場の自治体さんと一緒にやりたいなと思っております。今後はですね、一時保育、学童保育、医療的ケア児、産後ケア事業、いろんな事業を我々の持っている情報であったり予約管理というところをぜひご提供できればと思っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしいプレゼンですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今、皆さん、パネリストの皆様にはリンクをご案内させていただいたんですが、昨年度はあれですよね、幼児保育事業における ICT 化及び広域連携に関する取り組み状況等に関する調査、研究報告書を一緒にやらせていただきました。ありがとうございます。こちらもぜひご覧いただければと思いますが、はい、皆さんからのご質問タイムとしたいと思いますが、ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。横須賀市さんがね、せっかく導入していただくくださっているのに今日来られてないのかし
はい、手挙げていただいておりますね。渋谷区中谷様、先よろしいでしょうか。はい、ご説明ありがとうございました。利用料のところ、利用者の方は無料で、自治体側が負担するということだったかと思うんですけれども、1人当たりの利用者に対していくらというような、仕組みなのか、それとも1施設に対していくらというような設定なのかというところをちょっと伺えたらと思います。ありがとうございます。弊社はサブスクになっておりまして、利用人数に応じた形ではなくて、あくまで1施設あるいは1自治体あたりという形で、基本的には施設数ごとという形でやっております。ご説明ありがとうございます。よくわかりました。はい、続いてじゃあ神戸市武田様。はい、よろしくお願いします。2点ちょっとお伺いしたいんですけども、1点目がですね、まあ、この病児保育園っていうのは私もちょっと所管じゃないので分かってないんですけど、その自治体であればどこにあるかっていうのはもう把握しているという前提なのかなというふうに思うんですが、その通りです。はい、でその病児保育園をこの、まあ、預かる子ちゃんっていうのに入ってもらうという、まあ、同意とかっていうのが必要になってくると思うんですけど、そのあたりの営業は、まあ、どこがするのかという話とですね、はい、でもう1点目は自治体として使える補助金っていうようなご案内があったんですけど、ちょっとあそこが早かったので、まあ、こんな感じでっていうところがあれば教えていただけたらと思います。はい、ご質問ありがとうございます。実は神戸市は素晴らしくて、施設が導入したいと思ったら市の方が全面的に負担されています。この ICT に関してはですね、はい、でまず市の方が進めていくときに気にされるのはやっぱり施設の移行っていうところで、病児保育って9割が電話予約されているのはホテルや飲食と違って先着順でどんどん確定できるものではなくて、お子さんの病気の種類でインフルエンザと風邪のお子さん分けなきゃいけないですよねっていうところを電話で丁寧にヒアリングしながらやらないとうまくいかないよねっていうことでネット予約が進まなかったっていうところがあります。まあ、そのですね、我々大きくネット予約ではなくて、実はですね、今やってるのは予約受付システムっていう形で、あくまで我々の情報を見て現場の施設の方が予約確定あるいはキャンセル待ちあるいはお断りみたいなことを全部ハンドリングできるっていうところの初めてのシステムになっておりまして、そこをですねご理解いただくっていうところで合同説明会っていうのを割と我々計画させていただいております。なので市にご説明して、あ、良さそうだねっていうことであれば市と施設で合同説明会をして、あ、施設の方も不安が払拭できたっていうことであればどんどん前に進んでいるっていうのが今営業のところになります。続きまして、その補助金のところで言いますと、厚生労働省のもの と、内閣府のものが使用ができます。厚生労働省のはもう今年度は終わってしまったんですが、基本的には市がもし導入した場合には国が半分、残り半分は市が出すという形になりますし、もしですね、施設が入れた場合っていう時には国が半分、市が4分の1、施設が4分の1っていう形でなっております。その他ですね、内閣府の方は、少し額も大きくなってきたりですね、そちらが政令指定都市かどうかっていうところでもまた少し変わってきたりはするんですが、おおむね、2分の1から3分の2、補助をいただけるっていう形になっております。あ、ごめんなさい、4分の3ですね、内閣府の場合には。はい、ありがとうございます。今年度に関しては新型コロナがおそらく5分の4、8割は国が、カバーしてくださるということになっております。なるほど。まあ今いただいたご説明でいくと、かなり、まあ、所管の方としてもきちっと導入について一緒に動かないとっていうところはあるということですね。おっしゃる通りですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まだいけますかね。あ、上がってますね。どうしましょう。どうぞ。じゃあレディーファーストで山形さんお願いします。 ありがとうございます。親にとってはめっちゃありがたいシステムやなと思うんですけど、ただ初め市町村が入れるときにお試しで1施設だけとかっていうのを無償で使わせていただけたりするんですか、トライアルで。トライアルとしては体験版っていうのはお渡しして、実際施設の方だったり市の職員の方が保護者役、施設役で、やっていただくっていうのはもう期間関係なくご提供させていただいておりまして、で実際市の方が1施設だけちょっとトライアルっていう形になった場合はもう市と契約ではなくて施設と我々が契約して、まあ、そこの場合は無料無償でっていうことではなくて施設契約を結んでご提供してやっているっていう形ですね。で大分県の場合も1施設イノベーターの施設の方が最初に入れていただいて、で今回10月に、県の半分以上の施設が導入いただいて、
で残り半分に関してはネット予約はないけど、空き状況の見える化だけ、それは県が我々と契約をしていることで施設は負担ゼロで導入いただいているという形になっております。はい、すみません、ちょっと無料でっていうところがなくて申し訳ありません。じゃあ初めはその民間の施設の中でも、はい、保育所の中でも民間がトライアルであって、あ、はい、いいっていう声が広まって、で公立の保育所にもこう徐々に広がっていくっていう絵が自然だってことですね。おっしゃるとですね、なかなかやっぱ自治体であればまず予算取るってことで、すぐ来月やろうってことは難しいと思いますので、ただあの施設側であればこれ入れると利用人数100人増えたら、収入が100万円増えるよねと。でランニング年間30万円のものなんですが、全然ペイできてスタッフの働き方改革にもなって、じゃあ僕イノベーターなんで入れますみたいな先生がいらっしゃれば先に先行していただくっていう形になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。せっかくなので前橋八千田様いかがでしょう。すいません、前橋もスマートシティスーパーシティで調査したときに、市民の課題の1番2番が、まあ、市役所が土日やってないっていうことと一緒に、子どもが熱出したときに結局お父さんお母さんが休まなくちゃいけないっていうことが一番大きな課題だったんですよ。あの結局保育園が37度超えるとどこも預かってくれなくてっていうので、非常に課題感の捉え方は素晴らしいなと思っています。でちょっと僕質問したかったのは、さっき稼働率が 30% って話がありました。で前橋も調べたっていうか一生懸命広げようと思っても病児病後保育ってなかなか広がらないんですよね。もともとの施設がないんです、うん、はいはい、あの前橋でせいぜい多分今 2,3 ぐらいしかないと思うんですね。でかなり多くの施設があるってこと自体が素晴らしいと思って、その多くの施設の稼働率っていうのは多分あの風邪とかインフルエンザが増えた時にはバーッといって、でその時には断らなくちゃいけなくて、うん、全然流行らない時は少ないから多分稼働率が低いってことなんだろうなってことが聞きたかったことと一緒に、はい、なるほど、多分ですね、うん、大分以外の多くの町はどこも預かってくれないってことのが一番の課題なんですよ、はいはい、でそこの課題のところにきちんと、はい、表現ちょっときついかもしれないですけど、うん、今は電話予約をただデジタル化しただけっていう表現は良くないですけど、あのディスタルじゃないんですけど、いえいえ全然です、もっと先に、はい、その施設がちゃんと預かれるような仕組みにすることの方が多分社会的な価値はめちゃくちゃあって、うん、その DX っていう形で、はい、そのいっぺんに集まるとかいっぺんに集まって、集まらないから全然集まらなくてなかなか採算が成り立たないところを、うん、どういうふうに横展開するかっていうのをこのシステムがうまく連携するとすごい全国のどこの自治体の課題にも結構対応できるなとちょっと思ったので、まあ、そんなところすいません、質問と一緒に、まあ、質問はいいんですけど期待をぜひしたいのでその辺考えてもらって、あの一緒にうまくやれればいいなと思いました。すいません、はい、ありがとうございます。あのすごい長くあの丁寧にご説明したいので、うん、コンパクトにお答えしますと、まずですね、あの病児保育の、なんで利用がこんなに少ないのか、季節変動とあと日差変動ですね、今日満室、うん、明日ゼロみたいなところをおっしゃる通りでして、うん、でまずなんでそんな低いのかっていうと、まず認知不足ですね。 88% の方が病児保育、一回も使ったことがないっていうターゲットの回答もありましたので、なんでかというとさらにあんま知らないですよね。なんで認知不足っていうところをちゃんと解決するっていうのが一つ大事な点、うん、あとは当日キャンセルが利用につながってないんですね、今の電話のオペレーションでは。なので電話かけました、全然出ない、おじいちゃんおばあちゃん来てくれる、私仕事休みました、その利用につながらないのを我々の方で朝リマインドを送って、スタッフが朝来るとですね、今日本当に来たい人リストになってて、ちゃんとマッチングすると、それによってほとんど定員までいっぱいお預かりをできるっていうところで、あの実は僕調査研究やったら20倍ぐらい潜在ニーズあるので、そもそも毎日いっぱいになっておかしくないんですね、うん、これぐらいの施設数であれば、うん、っていうところをちゃんと潜在ニーズを顕在化させて、かつうまくマッチングをさせて、で先生あのおっしゃっていただいたように、うちに病児施設ないよって地域は大分県のように広域化、あの MRC さんとも一緒に研究したところなんですが、そのうちの、社会あの市ではリソースがないけど隣の市にあるじゃないかってあったりとか、 うちの市民の市境の方って隣の市の施設の方が近いじゃんとか、その有限なですね、うんうん、リソースをちゃんとあの社会の仕組みとして回せるように我々としては、そこもですね介入していきたいなと思ってますし、あの我々も僕自身も医者なので、保育園が割と医療のところ少し弱いよねっていうところはガイドラインのようなもの、分かりやすいものを作ったりとか、オペレーションをですね単にネット予約するだけじゃなくてオペレーションをちゃんと最適化する、まあ、まさに DX というところで、ここの仕組みってふわっとしてましたけど
ネットワークにしたら、じゃあ何時から何時どうやってやっていきますかっていうところをすごくクリアにすることで、もう一回ですね、他施設どうなってる、他自治体どうなってるところのナレッジのシェアもしながら、っていうところをやってる、すみません、ちょっと結局長くなっちゃったんですが、そういうことでちゃんと業界を盛り上げていきたいなというか、うん、ちゃんと保護者のペインを解決したいなと思っております。でもデジタルだったら人が行ってもいいよね。デジタルだったら人が行くっていうことを考えてもいいような気がしますよね。はい、施設に来るっていうんじゃなくて、結局人が余って、施設が余ってるっていうことは、人が行くっていうこともこのシステムの中に入れると、非常に持続可能になるような気がしますよね。すいません、僕やめます。はい、以上です。いや、おっしゃる通り、送迎事業とかも最近でき始めたので、そうそう、お迎え行って病児保育に行くとか、すいません、ちょっと僕も長くなっちゃったんで、このあたり。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。でもご質問いただいたおかげで、メリットというか園田さんがやりたい世界観十分伝えられたかなと思います。ありがとうございます。それではコネクトはナイスのお時間です。皆さん札のご準備よろしいでしょうか。音楽スタート。はい、どんどん上げていただきましょう。ありがとうございます。コネクト前橋さん、大阪府さん、神戸市上がりました。渋谷区も上がっております。東広島市上がりました。福岡県浜松市、北九州市、大阪産業局さん、ありがとうございます。他よろしいでしょうかね。はい、たくさんの方々に挙げていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいです。すみません、何個上がったかカウントしきりませんでしたが、たくさん挙げていただいたので、はい、ガンガン展開していただければと思います。ありがとうございます。はい、園田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。非常に素晴らしいプレゼン、ありがとうございました。はい、はい、それでは2社目いきましょう。はい、参りましょう。じゃあ続いてのプレゼンになります。クイッキンの山田様です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では画面共有をさせていただいても、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、映ってますでしょうか。はい、映っております。はい、ありがとうございます。では私の方からご紹介させていただきます。DX で宿泊業の経営を強くするホテルスタイル OS iPass です。ホテルスタイル OS っていうのは、宿泊業に使っていただくオペレーションシステムのことなんですけれども、特徴としてスマートチェックインにプラグインという機能を追加することで、今いろんなスタイルの宿泊施設さん出てきてますので、そのそれぞれに合わせたオペレーションシステムを提供しますよというのが我々のサービスになっております。私たち、あくまで DX と言ってますが、DX をする上で PL を改善して宿泊施設様の経営課題を解決していくことが非常に重要だと考えています。まずはロスの最小化で運営の効率化を。その後、プロフィットの最大化で売上収益を向上することで、施設様自身が新しいビジネスモデルに取り組んでいくことができる。そういったところをシステム面からサポートしております。で、自己紹介なんですが、実は私も宿泊施設で働いてまして、結構裏側アナログなんですよね。非効率な運営が経営を逼迫させているっていうところを、自社もそうでしたし他社の施設さんでも聞いてました。でコロナ以前で半数が実は赤字経営なんですね。でこれでこう、コロナの影響もあって今かなり厳しい状況にあるっていうのが宿泊業です。で、どういうところがアナログなのというところで、例えばチェックイン、皆さんも紙書いたことあると思うんですけれども、ネットで予約しても現場では紙なんですよね。でこれ皆さん不便だなと思われると思うんですけど、ホテルの人も結構大変で、あれ一枚一枚手打ちしてるんですね。でかなり使いづらいシステムに打ち込んでいて、フロントの業務時間の 70% ぐらいはチェックイン業務に取られている、かなり非効率な状態です。でなんで紙続いているのかっていうところなんですが、実は予約サイト部分的にしか顧客情報をくれないので、旅館業法上の要件を満たせず再度お客さんに直接いただかなきゃいけないという状況が発生してしまっています。で加えてその情報を管理する基幹システムめちゃめちゃ複雑でして、44システムぐらい使っているんですね。非常に非効率な状態です。この課題を解決すべく iPass はスマートチェックインをご提供することで、まず顧客基盤を構築していきます。これ無償で提供しているので、本当に無償のチェックインプラットフォームを使っていただくことで施設様を無駄な作業から解放していきます。その後施設の上に必要なプラグインを追加することで、段階的にシステムをリプレイスして、最終的にはスマートチェックインにプラグインを組み合わせて施設オリジナルのオペレーションシステムを構築することができるというものになっています。でまだ新しい会社ですが、リリースから半年で今85施設導入いただいておりまして、1万室突破しております。かなりシェアも増えてきたというところです。じゃあこのスマートチェックイン、デモをご覧いただければと思います。まずは旅行者さんですね。予約確認メールとかから事前にチェックインをすることができます。アカウントを作るので、スマホから簡単に事前チェックインできるという形です。
施設に到着した時も対面して鍵を受け取るだけですので、このあたりで非接触とかコロナ対策としてもご活用いただいているという形になります。あとは館内案内ですとか観光案内とか、いわゆる紙で提供していたものも簡単にデジタル化して旅行者さんのスマホから見ていただけますし、チェックアウトもスマホからすることで本当にチェックインからアウトまで、一気通貫して旅行者さんのスマホベースでオペレーション、サービス提供ができる。ここで非接触ですとかコロナ対策っていうのにお役立ちしているかというところになります。改めてこのスマートチェックイン機能、チェックインからチェックアウトまで一気通貫してということで、この範囲をすべて無償で提供していますので、本当に宿泊施設の DX っていう文脈ではかなりご活用いただけるんじゃないかなというところです。で実際、業務の効率化ですとか、あとはお客さんの情報をしっかり取れてマーケティングにもご活用いただけるというところが実証できているという形になります。でこのスマートチェックインに組み合わせるプラグイン機能というものも、かなり充実してまして、プラグイン機能をカスタマイズするだけで、ある意味施設さんにとって本当にやりたいことを、低コストかつ、簡単に誰でも構築することができるというのが一つ魅力になっています。なので宿泊とか、いわゆるビジネスホテルさんにも対応できますし、リゾート、旅館、様々なスタイルに合わせられるという形ですね。で大きく3つのカテゴリーでご提供します。業務効率化、接客支援、集客支援というふうにジャンルがございまして、実際の管理画面はこちらですね。誰でも簡単に使えるような見た目をイメージして作っております。なので教育コストもあまりかかりません。すべてのデータが一元管理されているので、レポーティングとかアナリティクスも非常に簡単になり、経営判断も早くなるという特徴がございます。これはあくまでスタッフ様の管理画面なんですが、やっぱり DX、トランスフォーメーションも非常に大事だということで、顧客体験も変えていきます。例えばスマホからルームオーダー、リクエストができたり、あとは滞在のお支払いも全部自分のスマホからできちゃう。これをするとチェックアウトの時に並んでた経験あると思うんですけど、あれ全部自分のスマホからできちゃうので、業務とかお客さんの体験も大きく変えることができるというようなサービスになっています。実際にいろんな会社さんが、ホテル関連のシステムでもいらっしゃるんですけれども、弊社のようにチェックインからアウトまで一気通貫してやってるっていうところは他にないので、かなりユニークなポジション、やっているかなというところです。でプランも非常にシンプルでして、スマートチェックインだけであれば本当に無料なので、すぐご活用くださいというところなんですが、プラグインを追加することで月額利用料だけを頂戴しております。あとは施設様個別開発があればカスタマイズプランで受け止まっているというところです。で実際こういったところを気に入ってくださって、ホテル名会社様との業務提携しておりまして、ソラーレホテルズさんでは全施設導入を今推進しております。で他にも、85施設1万室導入というところです。加えて私たちだけでは宿泊業の DX、到底なし得ないなと思っているので、いろんなパートナーさんと手を取り合って推進しております。この中で自治体様との取り組みもございまして、例えば福岡市さんでは実証実験、フルサポート事業に採択いただきまして、非接触のチェックインのところを実証実験させていただきました。はい、他で言うと、山梨県の方では、山梨観光推進機構様とセミナー開催させていただいて、経営戦略とか、今後のコロナ後の旅行体験でどうなるんだみたいなところをディスカッションさせていただきました。あとは群馬県庁さん の熱源というところですね。ここもアフターコロナに向けた観光戦略というところで DX 関連のセミナーをさせていただいております。こういった形でいろんな宿泊事業者様の経営支援とか DX のところをご支援しているという形です。で私たちのビジョンがですね、全ての人により良い旅をということで、チェックインとオペレーションシステムはまだ始まりで、最終的には旅行体験いいものを地域とか宿泊施設様と一緒に作っていきたいという思いがございます。なので地域の観光のデジタル化という意味ではクーポンを発行して周辺の施設様へ送迎を実施したりとか、あとはアクティビティの予約連携をすることで、滞在中のお客様が地域の観光スポットに気軽に行って予約できる体制を整えていくという形になります。こういった観光の基盤を作ることで自治体様とも、例えばこうイベントがあったときとかですね、あとはこう、なんていうんでしょう、お祭りがあったりとか、そういったところの広告とかも掲載していくことができるかというふうに考えております。もともと宿泊施設様が地域観光のハブに今後なっていかれるかなというふうに捉えていまして、それをシステム面からご支援していきたいなと思っています。地域の宿泊施設さんが地域のこうプラン、体験、それをプランニングして販売できる環境を我々も作っていきたいというところです。で実際ですね、非接触のチェックインとか非接触ソリューションというのがですね、今宿泊業かなり必要な状況になってきてまして、補助金もかなり出てると思います。今日ご参加いただいた自治体様のですね、ところを調べましたけれども、ほぼありましたので、こういったところを活用推進していただくっていうのが一ついいことかなと考えております。
あと、弊社の方で協業できる内容としては、やっぱり観光協会様との取り組みも多いので、自治体観光協会様ではスマートトラベルに向けた地域連携とか、宿泊施設様への導入推進のところをご一緒できればと思っておりますし、もし宿泊事業者さんが聞いてらっしゃったら、ぜひ非接触のチェックインの導入ですとか、観光施策のところをご一緒したいです。あとは観光系の事業者様いらっしゃれば、宿泊施設を起点とした観光事業とか、先ほどご紹介した観光プラットフォームの構築に向けて協業できれば嬉しいなと思っております。以上ですね。宿泊業が DX されていくことで旅行者さんの旅行体験自体は変わっていくと思っておりますので、そういった世界に向けてちょっと今コロナで厳しい状況ですが、こう乗り越えて宿泊と観光と地域を盛り上げていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。山田さん、ありがとうございます。ありそうでなかったサービスだなというところで、アフターコロナ、ポストコロナ後の観光業といいますか、宿泊業の DX のあるべき姿かなという気がいたしました。観光業が盛んな地域の方々もたくさんいらっしゃるかと思いますので、たくさん質問も出るかなと思いますが、まず、はい、お一方目、北九州市の石橋さん、手が挙がりました。お願いします。お願いします。面白い取り組みありがとうございます。これ実際その自治体とつながるのがいいのか、はい、その個別の事業者とつながっていくのがいいのか、本社としてはどのような展開を想定されているんですか。地域の事業者さんにつながるのが一番いいかなとは思ってるんですけども、やっぱりこの情報の非対称性というか、なかなかこういったサービスがある活用できるということ自体をあまりご存じないケースの方が多くてですね、そういったじわじわのつながりを我々が直接行くことが、かなり難しい状況であるというふうに認識しています。そうなったときに、やはりこう観光協会さんですとか、もしくはこう経営支援課の方とかともお話しするんですけれども、そういった方々の中で、地域の中でチャレンジをしたいと思っている事業者さんとマッチングいただくことで、そういった地域での DX の成功事例を作っていくとか、それを見てこう地域の事業者さんもこう、あ、じゃあ自分たちもこう DX やってみようかなみたいなこう動きができてくるっていうのを以前の取り組みでも感じているので、そういったところでちょっと自治体の方とも協業というかご協力いただけると非常にありがたいなというふうに考えています。ありがとうございます。全国津々浦々そうだと思うんですけど、ホテル業界かなり苦戦していると思いますので、我々も観光部門ぜひつながしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして八幡大使さん上がると思っておりました。待っておりました。中軽前さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。非常に面白いお話でした。はい、ちょっと私どもの方でも観光地なんですけれども、確かに宿屋さんのお話とかたくさん聞いてまして、はい、ものすごい手作業オペレーションがあるのをめちゃくちゃ聞いてたんですよ。フロントで電話受付を紙に書いて、でそれを Excel に転記して、でこのまたその Excel に書いたやつをプリントアウトして、厨房に渡して、厨房の人が晩ご飯 のための、その食材の発注をしてとかっていうので、なんか最低4回転記するって言ってたんですよ、その時聞いたのが。はい、それアホじゃないって言ったんですけど、でもそれが普通だよって言われて、そうかってなって、じゃあそれ DX なんかそのシステムなんか作ったらいいんじゃないって言ったら、なんかいいのがねえんだよっていう話で、はいはいはい、はい、っていうお話を聞きつつ、じゃあちょっとこれエリア全体でこれ導入できるようなものを作ってやったらいいんじゃないって言って、この宿屋さんのペインもそうなんですけども、そのエリア全体としての観光 の、そのマーケティングとかをやっていくにあたって の、 その数字が何もないんですよね、基本的に。ネタがないです。アナログでやっちゃってるので。そうですよ。で私前観光の担当をやってた時に、観光の統計、国交省さんに最終的に上がっていく観光統計ってやつがあるんですけども、それのデータを四半期ごとに紙で取るんですよ。はい、紙で調査票を宿屋さんに送って、それを取るっていう、それが全部あらゆる観光政策をやるときの元データになってるんですよ。結構、もう結構厳しいですよね、そのやり方にもなっていると。そうなんですよ。で、それ、そういう、実は自治体側にも数字を持ってないってペインがあるので、そういうとこも、エリア全体で、変えられますね。ことによって、そういうことの数字が可視化できますよっていうところでも、
観光協会であったりとか DMO であったりとか、はい、そういうところが結構全国で今すごい困ってるので、うんうんうん、DMO にあの CMO っていう形でマーケティングする人っていう形では置いてるんですけども、はい、その人がマーケティングするにあたっての数字を、はい、データがないんですよね。データがないんですよ。わざわざまた別な調査会社に頼んだり、例えば携帯会社さんに頼んで、あの位置情報からどういう属性の人が来てますっていうのを作ってもらったりとかして、それでいうと旅館業法上チェックインに必要な情報ってほぼマーケティングで活用できる情報とニアリーコールだと思っていて、あの、まあ、都道府県とか性別とか年齢とか、あと弊社の場合だとアカウント登録いただいてるんでメールアドレスもきちんと取れるんですね。なのでチェックインという業務をきちんとしておくだけで施設様の顧客基盤がきっちり積み上がっていくと。だからマーケティングもできるし統計もできるし経営戦略も考えられるというのが、まあ、無償で自動的に回っていきますので、まあ、そういったところからぜひ取り組みさせていただくといいかなというのが一点ですね。でもう一点、エリアっていうのも非常に面白いなと思ってまして、やっぱり各施設でチェックインする人を抱えて各地域で、あの各施設で、まあ、システムも持ってって結構あの、まあ、もったいないかなという気もしてて、例えばエリア全体でチェックインを一箇所に例えばしてしまってそこから各施設にこう行くとか、まあ、そういったところもデジタル化できれば可能なのではないかなと思ってて、もちろんあの法規制の観点とかもあるのでここはチャレンジングな領域ですが、そういったことができればあのコスト自体をぐっと抑えることができますので、あの面白いチャレンジになるんじゃないかなと思います。そうですね、そういったところで、まあ、結構うちあの変な取り組みたくさんやってる街なので、なんかすごいそういう面白いことがあのできるんじゃないかなと思うので、はい、なんかあの、はい、うちの、 あの DMO とかにちょっとおつなぎさせていただきたいなと思うので、はいはい、なんか一緒に面白いことやれたらいいと思います。そうですね。はい、ありがとうございます。はい。ぴったりだと思いますので、チャレンジングなことをぜひご一緒にやっていただければと思います。はい、他よろしいでしょうか。そうですね。はい。はい、大丈夫そうですね。はい、多分熱烈なファンができましたので、はい、行きましょう。はい、ありがとうございました。コネクトはナイスのお時間でございます。はい、皆さんご準備のほどよろしいでしょうか。それでは音楽お願いします。はい、皆さん胸に上がっております。ウィスさんも上がっております。渋谷区、豊田市さん、大阪産業局、福岡県、東広島市さん、北九州市さんも上げていただいております。裾野市も上げていただいてますね。ありがとうございます。他ございますでしょうか。豊田さんも挙げていただいております。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、また第2回も たくさんのコネクトが上がっております。ありがとうございます。クイキンの山田さん、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ続いて3社目に参りましょうか。はい、はい、3社目でございますが、スワットモビリティジャパンの末広さんです。じゃあここから7分のピッチよろしくお願いいたします。はい、じゃあ始めさせていただきます。あの、私たちスワットモビリティという会社でして、何をやってるか会社というとですね、こうモビリティをやってる会社でして、オンデマンドバスの技術をこう提供している会社でございます。私たちこうシンガポール初のスタートアップなんですけれども、持っている技術はですね、こうダイナミックルーティングアルゴリズムというアルゴリズムを持っていてですね、日転換のこうシンプルなルーティングではなくて、複数地点をですね、より効率的におつなぐようなより複雑なルーティングを、まあ、瞬時に最適なものを選ぶことができる、そういった技術を持っております。まあ、その技術をですね、配車アプリの方に実装して、まあ、日本でいうとですね、自治体さんだったり、あと交通事業者さんがですね、簡単にこうオンデマンド交通を導入できる、そういったシステムをあの提供しています。世界的にも世界7国でですね、70ぐらいプロジェクトを持っていまして、まあ、アジアで一番のこう実績があるような事業でございます。で、私たち本当に日本にですね、非常に注目をしていてですね、というのが日本が非常に社会課題、特に人口減少だったり高齢化ですね、まあ、世界で一番進んでいる中で、あの地方の交通が非常に苦しい状況にある。で、赤字の交通事業者さんもいっぱいある中で、その中でまあ路線、まあ、バスを例えば減便しないといけない、まあ、廃止しないといけない、まあ、そういうところに対してですね、私たちのサービスを使って、まあ、あので少ない台数、より少ない車両台数ですね、多くの移動需要を満たせるようなこうサービスを提供しているので、まあ、そういった課題を解決できるんじゃないかというような思いをやっております。で、私たちこう7月、昨年の7月からですね、こうサービスを開始して、今こう14地域でこうサービスを展開するまでに至っております。まあ、オンデマンドバス、公共バスとですね、あとは企業向けの送迎サービスみたいなものをやっております。で、私たち あの技術としてはですね、あのルーティングの精度が非常に高い、そういった特徴がございます。
まあ、地図情報だったりスピード情報、あとはアルゴリズムですね、この3点が揃ってこそこう最適なルーティングができるんですけど、私たちは地図情報、例えば前輪差の道路ネットワーク情報を入れさせていただいている、スピード情報もですね、マシンラーニングをして、まあ、最適なスピードを学習している、アルゴリズムも特許を持っている、まあ、この3点が揃っているというところでございます。で、私たちですね、この3つのこうアプリケーションをこう提供する形でサービスをしております。乗客は利用者さんですね、アプリ上で乗りたい場所、降りたい場所を入れていただいて予約をするという形になっています。まあ、非常に分かりやすい、まあ、高齢者が使っているですね、分かりやすいようなユーザーインターフェースを心がけているというようなところでございます。ではドライバー用のアプリケーションですね。これは交通事業者さんが運行するためのアプリケーションでございます。で、日本でこういったオンデマンドバスを運行するにあたって、スマホを持たれてない高齢者の方もいっぱいいらっしゃるので、まあ、電話経由でもですね、こう予約ができるようなシステムは当然提供しております。そうですね、まあ、移動情報をですね、トラッキングをして、まあ、それを可視化するようなツールも提供しております。で、上の方に書いたんですけど、まあ、そういう最近コロナ禍で、こう、相乗りとか、まあ、ライドシェアすることが非常に怖いっていうお客さんもいるかもしれないんですけど、私たち、まあ、そういった需要もあってですね、まあ、コロナ感染者と同乗した利用者のこうトラッキングをするっていうツールも作ったりしております。で、最近すごく自治体さんだったり、交通事業さんからですね、非常に需要が大きいのがですね、こう移動データを元に基づいて、こう移動データを分析するサービス、そしてその移動データを使ってですね、オンデマンド交通を入れると、車両の台数が何台でどんなサービスができるかっていうことをこう提案したりしています。で、具体的にどういうことをするかというとですね、シミュレーションのエンジンの中にですね、移動データを入れて、車何台で動かすとですね、どういったサービスができるのかっていうことをこう示したりしています。これは非常に今、いろいろな自治体さんから、まあ、オンデマンドコースを計画する上での基礎データとして非常に要求をされているものでございます。で、私たちはいろいろな予約方法があってですね、まあ、オンデマンドバスだけではなくって、企業向けの送迎だったり、まあ、医療従事者の送迎もあったりとかですね、空港の職員の送迎とかいろんなことをやっております。で、オンデマンドバスなんですけど、私たちがこうサービスとして提供したいと思っているのがですね、まあ、定時定路線のバス、ほとんどがこう赤字だと思います、地方ですね。まあ、そういうところに対して、まあ、路線バスのこう本数を減らしたり、便を減らしてはいるんですけど、まあ、同時にですね、こうオンデマンドバスをこう導入していただく、そういったことによって、まあ、交通事業者さん、もしくは自治体が運営されているコミュニティバスですね、の、予算を、コストを削減すると。一方で、こう利用者にもこう利便性の高いサービスができるんじゃないかなというふうに思っております。具体的にそれを実現しようとしているのはですね、新潟市で新潟交通さんと一緒にこう実証実験をしました。やっぱり路線バス走らせてはいるんですけど、特に昼間の時間帯ほとんど人が乗ってくれてない、そういった状況を改善するために昼間の時間帯にですね、オンデマンドバスを入れました。で、非常にやっぱり住民からも乗客から非常に好意的に受け止められてですね、っていうのがやっぱり本当は路線バスを使った場合ですね、乗り換えしないといけないところに直接行ける、まあ、これがメリットの一つですね。で、二つ目がですね、移動の方法自体は変わるんですね。今までは路線バスにこう合わせて自分の移動をこう変えないといけなかったのが、自分の移動に合わせてどうせ、まあ、バスが、オンデマンドバスが来てくる。まあ、そういった点で非常に好意的に反応いただけまして、住民からこう、区役所の方にもですね、早く再開してほしいというような声が上がっているというふうに聞いております。あとはこちらはシドニーで、まあ、駅とですね、住宅地をつなぐようなラストマイルの移動のオンデマンドバスを運行したりしています。あと私たちです、企業向けにもこうサービスを展開していてですね、営業員をですね、1人1台こう車を持って営業活動をしていた、そういった場合をですね、ライドシェアにすることによって、ライドシェアでこうアプリを使ってライドシェアしながら移動させることによって、まあ、車両の台数の削減だったり移動の効率化ですね、そういったようなサービスを展開しております。あとは通勤サービスも提供していて、これはシンガポールの例なんですけど、乗客が、まあ、シャトルバスみたいなものを使っていて、乗り場が限定されていた。それに対して、私たちのアルゴリズムを使ってですね、乗客の、まあ、乗り場を増やして、まあ、家の近くからこう乗れるようになったので、まあ、より効率化ができた。そういったサービスだったり、空港の職員の送迎ですね、帰宅の送迎ですね、今まで全てマニュアルでこうどのバスに乗ればいいのか、あとはそのルートも全て運転手さんの塩梅でこう送迎していたんですけど、今は全てアプリで予約をしてですね、最適な車、どの車に乗ればいいのか、どのルートを通ればいいのか、すべてオリジナルルートで帰っております。
そうですね。以上で、プレゼンテーション終わりになります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。これ、末広さん、ありがとうございます。自治体さんとの連携という意味では、どういうところがニーズとして終わりなんでしたっけ、これ。そうですね。自治体さん、交通計画とかをですね、よくこう将来の交通計画、オンデマンド交通を入れていきたいとか、あとはコミュニティバスも結構運行していると思うんですけど、その辺のところで、よくお話はさせていただいておりますね。はい、ありがとうございます。では質疑質問を受け付けたいと思います。いかがでしょうか。どういうところが都市の方、はい、手が上がっております。裾野市さん行きましょうか。裾野市藤田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。裾野市もですね、全国的な例に漏れず、公共交通というのは非常に苦しい状況にありまして、現状ですね、市内を走らせている自主運行のバスとかもですね、廃止に向けた手続きをしなければならないような状況になっておりますので、こういった、オンデマンドバスのシステムとか、何か新しい移動の仕方、なんかの提供を考えられないかなということで検討しているところになります。でちょっと今回お話しいただきまして、非常に何ですかね、詳しく話をさらに聞きたいなというところなんですけども、利用にあたりまして、サービスの利用料とかっていうのはどういった形になっているか、教えていただければと思います。はい、分かりました。利用料はですね、大きく分けてこう2つに分かれていてですね、1つがこう初期設定費用っていうところですね。これ1回だけかかるような費用ですというのが、地図を作って、スピード情報を作って、で、サービスのセットアップをして、あとはトレーニングをして、あと現地の立ち上げのサポート、そういった1回切りかかるような費用ですね。で、その次に2つ目がですね、ランニング費用があってですね、それはバス1台に、月額、何万円とか、そんなレベルで、頂戴をお願いしているところでございます。詳しくはまた別途、メールか何かでご連絡します。細かい費用はですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。バス利用にあたって、オンデマンドバスを呼んで乗車までに平均でどのくらいの時間を今まで用意しているかって、何か情報はありますか。ですね、エリアの大きさとか使う人によって実は何とも言えないっていうのがありますね。すいません。ただ、あまりこう広くないという、言い方をしたらなんか微妙かもしれないですけど、例えば10平方キロメートルぐらいのエリアだったら、当然なんか 10分以内は狙っていきたいなっていうのがありますね。ただその辺ももう、例えばシミュレーションしながらとかですね、そういった分析をしながら、これぐらいがいいんじゃないですかっていうのはご提案をさせていただくと思います。なるほど。ありがとうございます。はい、続いて福岡県山岸さん、お願いします。福岡県の山岸です。プレゼンテーションありがとうございました。うちも都市部の福岡とかだと、それこそライドサイクルの、チャリチャリがあったり等で、あとは西日本鉄道さんでバスが通っていたりするので、はい、バランスが取れてるんですけど、いわゆる過疎部の方に行った時にですね、結構問い合わせが多いのが、いわゆるラストワンマイルのサイクルサービスを結構限界集約的なところでもなんとかならないかみたいなご相談をよく受けたりするんですけど、結構人口の多さによってこうペイしないとかマーケット数で合わないみたいなところでよく頓挫するんですけど、御社大体どれぐらいの人口の数とかだと合うのかとか、マーケットサイズとか都市の大体合う価格みたいなところを教えていただけると嬉しいんですが、いかがでしょうか。そうですね、私たちのイメージとしてはですね、既存の交通があって、既存の交通をこう減便しながら、で新しい交通を入れるようなモデルをこう想定はしています。なので例えば既存でバスが例えば 4台走ってます。4路線あります。それを2台にするんですけど、1台オンデマンドバスにしましょう。でそうするとそういうレベルでいくと、バスとか運転するにあたってやっぱ運転手さんのコストがやっぱ一番大きいというふうに思っていまして、私たちのシステムコストより全然高いんです。なので、台数削減できれば、私たちは、全然こう、メリットが出せるというふうに思ってます。はい。あ、承知しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて、石橋さん、お願いします。はい、新潟市さんの事例を、拝見したんですけど、新潟市のその新潟バスっていうのは、なんですかね、民間のバスなんですか。そうですね、新潟交通さん、民間のバス会社さんですね。先ほど福岡県の方からもお話しあったように、北九州市も基本的に西日本鉄道っていうバスが入って、
張り巡らされているので問題ないんですけど、一部地域だけ市営バスが走っているところがあって、そこが結構苦戦しているというか、あのカラーを走らせている、あ、これ公開されているんでしたっけ、そういうところがあるので、そこをうまくこう効率的に回せる方法ないかなっていうのは多分課題としてあるような気がするので、ちょっとまた詳しく聞かせてください。よろしくお願いします。そうですね、北九州市さんの実はちょっとお話をしたりします。もうしてるんですか、じゃあ。はい、もうお話をしているということでございました。もうお時間ちょよろしいですかね、このところで。はい、はい、 そうですね、それではコネクトはナイスのお時間です。皆さん札の準備よろしくお願いします。音楽お願いします。はい、北九州市さん、福岡県裾野市さん挙げていただきました。宇部市も上がっております。大阪府渋谷区、神戸市さんも挙げていただきました。浜松市さんも上がっております。ございますでしょうか。はい、皆さんありがとうございます。あ、たくさんのコネクトありがとうございます。はい、スワットモビリティ清弘さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、本日最後のプレゼンになります。4社目ですね、空き家活用の和田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ました、めっちゃ緊張するんですけど、コネクトでへんかったらどうしようと思って。頑張ってください。皆さんよろしくお願いします。はい、大丈夫です、大丈夫です。行きましょう。はい、はい、はい、じゃあ画面共有させていただきます。7分ですね。はい、よろしくお願い、よろしくお願いします。はい、弊社空き家活用が自治体様の取り組みたいことのも先に結論です。何するかというと、空き家所有者の掘り起こしから意思決定まで、ここまでを官民連携して行うということをやりたいと思っています。要は流通利活用のっていうところ、空き家対策の出口というのは、民間のプレイヤーさんがやるべきでして、そこに持っていくための所有者の掘り起こしというのが全くできてない。だから空き家バンクもうまくいってないというのがもう全部の結果です。だからこれを空き家の所有者の掘り起こしから意思決定まで、これを一緒にやるっていうのが自治体様じゃないと一緒にできないというところですので、これをやりたいというところをご検討いただきたいと思ってます。はい、まず僕ら空き家活用株式会社です。まあ、東京本社なんですが、こんな感じでベンチャーで頑張ってやってますと。で、いろいろメディアとかにも取り上げていただいてます。僕自身がもう45でおっさんでなんですけども、20年間不動産業界行ってまして、そして10年前に大阪で不動産業を起業してます。で、6年前にきっかけがあった空き家問題なんとかしたいというところで、3年前から今のビジネスモデルになり、昨年7月からですね、自治体様のお手伝いをさせていただいているというようなところです。役員こんなメンバーでやってます。で、その空き家問題なんとかしたいと思ったきっかけが、この軍艦島というところに行ったことがきっかけでした。ある経営者仲間と一緒に行ったんですが、その時にですね、お前ら不動産業界が日本中を軍艦島にしようとしている自覚はあるかみたいなことを問われてですね、非常に衝撃を受けました。空き家問題っていうのは基本的に不動産業者さんが悪いといいとかじゃなくてですね、こう無秩序にやはり開発をしていくということによってできた負の遺産であると。で、今の時代はいいかもしれないんですが、未来軸で物事を考えた時にですね、子や孫の世代の時に、自分たちが作ったお家がこのような軍艦島のような荒廃したですね、町になるんじゃないかというのを危惧しました。で、地域で一生懸命頑張ってる空き家対策をやってる NPO 法人さんとかたくさんあるんですが、全国マクロの問題としてですね、仕組みとして解決しようとしている事業者なかったっていうところと、日本の未来の国土の価値を上げるんだという思いを持ってですね、空き家活用株式会社というのを作りましたというのが経緯です。これはもう釈迦に説法ですが、2033年には2000万戸になると、3軒に1軒の空き家の時代が来るというふうに言われています。で、なぜ空き家の情報が流通しないかっていうのは、いろんなキーパーソンさんがいてるんですけども、大変失礼なんですが、自治体様のお話をよく聞いていると、やはりどうしても、仕事が複数あってですね、集中できなかったりとか、やっぱりリソースが足りてない、人が足りていない、で予算がない、こういったところでどうしても打ち手が弱くなると、空き家問題というのはやっぱお荷物の問題になってしまうので、あまりやりたくないというのも正直なところだと思います。で、不動産業者さんとか民間はですね、結局、経済合理性があるかどうか
ていうところで優先順位が高くなったり低くなったりします。で、空き家というのはやっぱり掘り起こすまでが、そこで時間がかかってしまいますので、なかなかリソースを避けないというのが現状です。で、こと所有者さん、空き家を持っている人っていうのは実は何に悩んでるかというと、誰に相談したらいいんですかっていうことなんですね。僕らからすると不動産屋に相談したらいいんじゃないですかと思うんですが、要はその意思決定、不動産屋に相談する、さんに相談するときは売るという意思決定をして相談すると。実はそれまでにいろんな課題があります。片付けどうしようとか、登記どうしようとか、もしくは売っていいの貸していいの、まあ、こういう課題をずっと抱えているというところで、結局そのままになっているというのが現状です。ですので、僕らがその第4の存在になるんだというふうに考えています。まずは一件一件、格論的な解決方法をのプレイヤーとつなげ、それをまあ僕らが作っていったり、そして公共的に網羅的にというのは把握という意味、経済的にというのは民間でも儲かる仕組みを作っていく。これが、こういう場を作っているプラットフォーマーが僕たちでありますというところです。で、まあ、ミッションとしては、このあらゆる方法で空き家所有者を掘り起こすと、そしてマーケットを創出するんだというのが僕らのミッションです。で、やり出したのがこのアキダスというのが、未流通の空き家に関するデータベースです。要は、流通していない、売りに出ていないものをとかっていうのを勝手に僕らが調査をして集めてデータベース化しました。じゃあどうやって調査したかというと、まあ、ここに出ているように、自転調査員さんっていうのを雇用させていただいて、歩いて、自転車で街を回ってですね、ローラー作戦で探してます。これが約16万件ぐらい僕ら情報を持っています。で、調査員さんはシニア世代の方でですね、元気で頑張ってやっていただいているというのが現状です。で、それをですね、こういう空き出すっていうような、まあ、空き家の数もみたいな形にして提供しているというのが現状です。で、これをですね、自治体様も見てほしいというふうに思っています。まあ、この空き家対策フルサポートっていうのは、まず、空き家対策の入り口から出口まで一緒に、僕らがサポートして一緒にやりましょうというところです。何が必要かっていうと、まずどこに何があるかっていうこの調査っていうのをする。そしてサポート、要はセミナー、掘り起こしですね、個別相談、空き家の所有者のセミナーを開催したりとか、職員さんのサポート。で、最後にマッチングをしていくというところなんです。まあ、詳細言いますと、このデータ、自治体版、空き家、アキラスの自治体版っていうのがですね、僕たちが集めた情報を自治体さん見てくださいという仕組みにしていますので、民間で集めた情報ですから、民間で流通させる情報を流通させることができると。自治体様が今まで集めてたんですけど、それは流通させることができないという課題があるというところですので、民間、僕らが集めたものを使ってくださいねというような形にしています。で、まあ、このサポートっていうのは、まあ、こういうセミナーを行ったりとかですね、個別相談会をしたりとかっていうのも僕らのチューターという存在がやってくれます。で、もっと言うとですね、やっぱ職員さんが大変なので、なかなか手をつけれないっていうところの課題に対して僕らが一緒に考えたりサポートをしたりします。まあ、よく人事異動っていうのがですね、あってですね、これが、問題で、まあ、新しい課長さんが来ても何からやっていいかわからないという、こういうふうになっちゃうというところです。で、最後に、このプラットフォーム、これ空き家バンクというふうに思われがちなんですが、その空き家バンクでも相談できないところも拾っていこうということで、所有者の相談をカルテ化した、そしてそれをプラットフォームに上げていろんな事業者さんとつないでいきます。これを自治体版としてインストールすることができますよということで、ここもですね、チューターと言われる僕たちがの存在がですね、所有者さんの相談を受けながら隣人として一緒に事業者を選択していく、そして背中を押すということをやるというふうになっています。まあ、あとは、まあ、著名人のこの空き家対策をしたりとかですね、僕もサバの高橋さんの YouTube 出させてもらったりとかしながら、こんなことを、まあ、空き家対策の啓蒙をしていますというところで、まあ、今、実際、神戸さんも実は事業をやらせていただいたりしました。で、あとは、まあ、連携協定組ませていただいたりとかしながら、まあ、約50自治体ぐらいに今、ご提案をさせていただいています。で、最終的には、この Apple Store、不動産収入の新しい iOS を僕らはインストールして、Apple Store を作るんだっていうところ。で、まあ、タウンアザサービスみたいな形で不動産商流の新しいイノベーションを起こしていきますというところです。まあ、最後にですね、10月26日の実際さん向けのカンファレンスをさせていただこうと思ってますし、もしよかったら参加いただければなと。実は1700自治体にアンケートを全部取らせていただいて、その空き家対策に関わるアンケートっていうのを実施して、それを分析結果とかトレンドをご紹介したり、実際様の取り組みっていうのをまた一緒にパネルディスカッションでご提案しよう、提供させていただこうと思ってますので、よろしければご参加ください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。和田さん、これ自治体の方と連携されているときってどういった部署の方なんですか？はい、ですね、空き家対策室、まあ、建築指導課、いろいろなんですね。建築指導課さんとか、まちづくり、として防災とか企画、情報を把握している。
まあ、結果的には横串刺し一緒にやらなあかんねっていうところなので、入りは空き家対策室建築書道家さんが多いです。なるほど、ありがとうございます、はい、それでは、実際の皆様から、質問を受け付けたいと思いますが、もうすでにご存知の方々もいらっしゃるかもしれませんが、いかがでしょうか。空き家問題、空き家問題、まあ、どの自治体さんもあれなんですかね。課題になる。北九州さんですね。石橋さん、お願いします。石橋さん、はい、お願いします。うちもあの空き家対策室みたいなのがあって、はい、専門部署でやってるんですけれども、はい、あの多分2つの方向性があって、1つはその、まあ、資産価値がある空き家をどうやって活用していくかっていう話と、ちょっと厳しいなっていうのをどう活用するっていうか、うん、それを今後サステナブルにしていくかっていうところの話が、ちょっと方向性が2つ、ネガティブな方とポジティブな方があると思うんですけど、御社としてはどちらに。はい、結論といえばどちらもです。ネガティブなものはやっぱ除却していかないといけないっていうものはやっぱ除却しないといけないんですね。で、この除却するためのスキームっていうのがうまくできていない、特定空き家特措法っていうかできてもですね、実際それが市区町村でうまく使われていないというのが実態なので、そのスキームっていうのは僕らは今考えてます、弁護士さんと一緒にですね。で、それはインストールすることは今でもできますので、除却しないといけないものは除却する。で、利活用できるものは、まずは多くはやはり売買とか流通させるということが多くなると思います。で、その中で面白そうな空き家っていうと、まあ、言い方悪いかもしれないですけど、利活用できる、要はカフェにしたりとか図書館にしたりとか、いろんなサードプレイスにしたりとか、いろんな場所にできる使い方っていうのはたくさんありますので、まあ、そういったところはそういう場作りをしていくと、ともかくそのまま放置しないっていうことが重要かなというふうには思っています。そうですね、やはりその、まあ、利活用できる方っていうのは可能性としてあるかなと思ってるんですけど、除却しないといけないけどする人がいないとか、そういう方向ところが結構課題感としては多分全国持ってるような気がするので、そこが深掘りできるといいなとちょっと感じてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それで言うとできます。もう除去、なんていうんですかね、行政代執行すればいいと思う、まあ、これちょっと過激な言い方かもしれないですけど、行政代執行すればいいと思ってるんです。で、しないってそのままだからするなんか面倒くさかったりとか時間かかっちゃうのでできないっていうところなので、そこはもう僕らに任せてもらったらいいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。神戸市さん、武田さん、お願いします。あ、すみません、ご説明ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、空き家問題って本当に根深くてですね、はい、未流通のところが流通、いや、見える化するだけでかなりのメリットになると思う。我々神戸市もですね、実証実験を既にやられているということなので、その点はちょっと私別部署ですので良かったなと思ってるんですが、その、未流通の物件をまあもう足で実際その稼いでといいますか、実際その地道にまあ見て回っておられるということなんですけど、そのどこの地域から見て回るかっていうのはもうその自治体との契約がまずあって見て回っておられるということなのか、もうとりあえずもう全部やったんねんみたいな感じで行かれてるのかってどっちなんですか。はい、最初は全部やったんねんって言って、もう日本全国集めてやろうと思って行ったんですけど、大変お金がかかることに途中で気づきましてですねまあ主要都市部と言われているところから調査をしてですね、そこは民間で回せれるっていうところで、いわゆる地方って言われているところに関してはやっぱり自治体様と一緒にやらせていただいて費用を頂戴しながらやるっていう方法で今ちょっと切り替えながらやっていってます。まあ、ちなみに神戸市さんとかも情報は持っていますし、出ますというところで、まあ、そういう自治体さん、地方はなかなか民間で回しにくいところというのは、やっぱり自治体さんと連携してやるというのが一番かなと思ってますね。はい。はい、ありがとうございます。はい、渋谷区中谷様、お願いします。はい、調査人力で足で行われているということなんですけど、はい、結構頻繁に空き家だったところが埋まったり、まあ、うん、逆もっていうのがあるかなと思うんですけど、どうやって情報アップデートされてるんですかね。結構定期的に見ているような感じなんでしょうか。そうですね、まず最低でも半年に1回は回り直しています。これはやはり民間で流通させるっていう、そのいい情報に質を上げていくっていうのはやっぱ重要なことだと思っているので、やってます。まあ、渋谷区さんの情報も実はなさそうであるっていう、
はい、あの港区さんとかアンケート、あ、この人怒られるか、ないとかっていう自治体さんもあるんですけど、いや僕らからしたらいやいやあるんですって言ってふふふって笑ってます。はい、でもなんで、でただ渋谷区さんとかは民間で回す仕組みさえ作って、まあ、もう回るので、要は掘り起こしさえできればもう問題ないだろうなというふうには思ってます。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、大阪府山形さんお願いします。ありがとうございます。大阪府も情報全域持ってはるんですか？ですね、市内と北摂とは持ってます。あとは南の方はちょっとまだ、はい、お金ないんで、お金ないんで、はい、今日生野区長と話をしていて、あ、なるほど、生野区長が空き家問題あるんですって言ったら、はいはいはい、すごいめちゃめちゃ問題なと思って、女性でバリバリやる気のある市長さんですけど、はい、おっしゃっていて、はい、で一番の問題でも、その空き家の持ち主が分かれへんのが一番の空き家の問題なんです。はい、そのためになんか、まあ、別の観点から、このまだ元気なうちからその就活の一環で自分のこの家はここの人に引き継ぎたいみたいな就活アプリとか、うん、広めたらええんかなとかいう雑談をしてたんですけど、はいはい、持ち主がいない場合とか、なんかどうしてはるんですか？これはですね、お隣の問題で、お隣が困ってたやり方はあるんです。お隣から調査をするっていう。で、要は民間で情報をやっぱり取れる最大の、なんていうか、所有者情報ってもう登記簿謄本しかないんですよね、不動産の、うん、で不動産の登記簿謄本しかないんですけど、それじゃあ登記されていないっていう問題があるので、なかなかたどり着かない、もしくは中にはもう相続人がどこに行っていいかわからないみたいな課題もあるんですけど、まあいわゆる戸籍謄本をいかに取れるかっていうのと、例えば自治体様とやるんだったら、やっぱり 税情報を持たれてるので、固定資産税情報ですね、ここからアクセスするっていうのが一番なんです。でもまあ民間ではそこをアクセスできないので、そこは連携して、方法論を考えて、まあ、固定資産税台帳のところからアクセスをしてもらって、所有者を、まあセミナーをするとか個別相談に持っていくとかっていう、まあ、少しそこはアナログになってくるんですけど、そういう地道なところからやらないといけないかなとは思ってます。で、まあ、もちろんその生前というか、僕の住吉区でも結構高齢者向けにいろいろ話をさせていただいたりとかしたんですけども、やっぱり関心は高いんで、その地道にそういう活動ができるかどうかっていうところ、そのコンテンツを作っていけるかどうかっていうのは結構重要かなと思ってます。住吉区さんは空さんと一緒に連携してた？はい、空と今やってます。はい。ってことは、生野区さん、はい、もう全然、はい、言っていただければ。で、はい、その活用されたら収益が入る仕組みになってるんですか？僕らは要はその所有者さんが相談をする場を、まあ、要は所有者さん集めてですね、事業者さんとマッチングするんですけど、最終的には、うん、でこの事業者さんに、サブスクで登録しておいていただくという、事業者さんからお金をもらうモデルにしようとしています。なので基本的には自治体さんからは、まあ、調査をするってなったりすると費用を頂戴したりとかするんですけども、そのプラットフォーム導入とかは基本的に費用かからないような状況、ちょっと特殊な場合はかかるようにしようと、かかるかもしれないんですけど、まあ、そういうような形の今考え方をしています、はい、今ちょうどサービスを最終的に固めているので、そのカンファレンスでご発表できるようにしたいなと思っています、はい、ありがとうございます。はい、それでは最後のコネクトはナイスのお時間になります。皆さん、札の準備よろしくお願いいたします。それでは音楽お願いします。はい、大阪さん、北九州市大阪さん見ていただいています。大阪県も上がっています。上田市も上がっています。上田市も、上田市仙台市も上がりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。たくさんのコネクトありがとうございました。空き家活用の和田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上をもちまして 4社の皆さんの発表ピッチが終わりましたけれども、今日はあれですね、今日も子育て、観光、モビリティ、空き家と、まあ、本当にバラエティに富んだ、社会課題を解決するスタートアップの皆さんにご登壇いただきました。南雲さん、いかがでしたでしょうか？はい、ありがとうございます。僕もずっと真剣に見てました。本当にですね、生活密着の社会課題を本当に解く鍵が
いっぱいあったなというふうに思います。で、思ったんですけどね、地域社会の課題を解決することはもちろんなんですけども、これうまくつながると市役所の皆さんの仕事も楽になるものが今日多かったなと思いまして、まさにデジタルトランスフォーメーションの、まあ、なんていうかネタがいっぱいあったんじゃないかなというふうに思います。で、これから多分コネクトを通じていろいろとお話を進められると思うんですけども、本当にですね、実ってくれっていう気持ちがあるのと、それからもしいい話が出てきたら、友達の友達は、みんな友達はじゃないんですけど、ソーシャルグッドのお裾分けをぜひですね、ご近所の自治体の皆さんにも共有していただければありがたいかなと思いました。本当に今日も遅い時間までありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうですね、ちょうどもう時間にもなってしまいましたので、第2回以上をもちまして終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。お忙しい中、皆様お集まりいただきましてありがとうございました。はい。そうしました。ちょっと最後にですね、事務局の方から今後のウェビナーのご紹介だけさせていただいて終了とさせていただきます。すぐ終わるようにします。はい。今日ご視聴いただいた皆さんにはですね、この後アンケートが配信されますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。今後の予定でございます。今週はですね、あと金曜日ですね、あさってございます、昆虫食をテーマにしたですね、ちょっとユニークなテーマのシリーズがスタートします。それから来週はメーカーはシティ、コードフォージャパンの酒井さん、それから北欧のスマートシティ、それから自治体 DX のお話等々続きます。9月2日はですね、ちょっと水曜日ではないんですが、オープンイノベーションシリーズということで、前回も好評でした野村総研、三菱総研、三菱UFJ リサーチ&コンサルティングの3社対談というですね、企画も予定しております。それからその翌週以降もですね、こちらをしますように、まあ、盛りだくさんのテーマがございます。9月の22日がですね、次回の、マンスリーピッチの回になりますので、こちらの方もぜひお見逃しなく、ご登壇者等のご案内ですね、もう間もなくさせていただけると思いますので、ぜひご参加いただければというふうに思います。はい、私からのご案内は以上となります。それではご登壇者の皆様、それから自治体のスタメン、47の皆様、本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。また次回もよろしくお願いいたします。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。